皆様大変お待たせいたしました。ただいまよりビルグミラーコンクール2020東京12月ファイナルの YouTube 表彰式を始めたいと思います。司会は私ビルグミラーコンクール事務局の細谷がお送りいたします。それでは結果発表の前に東京12月ファイナルの審査員の先生方をご紹介いたします。まず幼児部門、小学 1,2 年生 A 部門、小学 1,2 年生 B 部門の審査員の先生方です。画面向かって左から末松茂俊先生、黒田恵里先生、根津英子先生、鏡麻也先生、戸瀬総一郎先生、以上5名の先生方に審査をしていただきました。小学 3,4 年生 B 部門、小学 5,6 年生 A 部門、小学 5,6 年生 B 部門、高校生一般部門の審査員の先生方は田中翔一郎先生、大峰美久先生、小倉育子先生、添田光恵先生、新野陽介先生、以上5名の先生方に審査をしていただきました。小学 3,4 年生 A 部門、中学生部門は以上の先生方です。前場聖子先生、清根麻里恵先生、和田ひとし先生、熊谷麻里先生、塩川正和先生、以上5名の先生方に審査をしていただきました。ご審査いただいた先生方ありがとうございました。さて結果発表に先立ちまして公表をいただきたいと思います。東京12月ファイナルは2名の先生から公表をいただいております。まずは幼児部門、小学 1,2 年生 A 部門、小学 1,2 年生 B 部門の審査員賞を務めました根津英子先生からの公表です。昨日と今日2日間にわたり幼児部門と小学 1,2 年 AB 部門合わせて230名の皆様の演奏を聞かせていただきました。コロナという厳しい状況の中、このようにたくさんの方がウィルグミュラーコンクールに挑戦してくださり、驚きと感動でいっぱいです。演奏してくださった皆様お疲れ様でした。そしてご指導くださった先生方はもちろん、お家で練習をサポートしてくださったご家族の皆様にも心より御礼申し上げます。今回皆様の演奏を聞かせていただき感じましたことは、教えられたことをロボットのようにただ演奏するだけではなく、自ら感じたものを自然に素直に表現していらした方が高く評価されたように思います。またそれとは逆に、あとほんの少し改善できたら素晴らしくなりそうな演奏も多くありました。次にその改善方法を少しだけ提案させていただきますので、参考にしていただければ嬉しいです。ダメなのはこう、だからとこういうのそれからいいのはこういう状態です。自由に使えて思うように心から歌えるってそういうことですね、はい、続いて小学 3,4 年生 B 部門、小学 5,6 年生 A 部門、
小学5、6年生 B 部門、高校生一般部門の審査員長を務めました小倉育子先生からの好評です。皆さん、今日は一日お疲れ様でした。朝から、ブルグミラーに囲まれた一日でしたけれども、予想以上に皆様の演奏がお上手で驚きました。ただしその一日この素晴らしいホールで素晴らしいピアノで聴いておりますと、やはりこのホールでというか、その広い空間で、しかもこの、とてもいい環境ですね、響く環境でお勉強しないといけないよっていうことをいくつかこう感じられました。それを少しお話させていただきたいと思います。いい響きのところ、響くというところは、会場は速いテンポで弾いてしまうと非常に詰まって聞こえてしまうんですね。ですので速いテンポで弾かれた方はもうちょっとそれを落ち着いて弾いていただきたいなと思いましたし、それからお家では多分ペダルを踏んでもうちょうどいいかなと思ったかもしれませんけれども、このいいホールに来ると少しペダルが深すぎてちょっと濁りが感じられたりとかいうことで、このホールじゃないと学べないこと、それから響きもそうですね。響くというのは強い音が、その何ですかね、響く音ということじゃなくて、響きを広げるという強い音というのがね、というふうに普段お家での練習では得られないことが学べると思うんですね。今日は残念ながら無観客で友達の演奏を聞けなかったですけれども、これから、多くの今日一日の生徒さん の参加者の演奏を聞いて私たちはそういうことを感じました。なのでこれからできるだけいい会場で弾くチャンスをたくさん得て学んでいただきたいなと思いました。それからもう一つ、楽譜に忠実に一生懸命皆さんを練習してきてくださったんですけれども、その部分的に書いてあることを守って弾いても全体を見極めていかないと前後の関係ってもありますよね。そういうことがちょっとなくて、部分的にやっているんだけど、なんでそういうふうになったのかな、なんでこういうふうに作曲家を書いたのかなっていうところを考えていただけると、より深く豊かな音楽に仕上がっていくと思いますので、これからそういうことも注意して、全体を通して見て、そのバランスなり、その表現なりを考えていただけたら良くなるんじゃないかということを今日一日聞かせていただいて感じさせていただきました。どうぞ皆さんこれから頑張ってください。ありがとうございました。以上、根津英子先生、小倉育子先生からの好評をご覧いただきました。ありがとうございました。それでは審査結果の発表に移ります。当コンクールでは褒章として各部門ごとに金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を授与いたします。最初は奨励賞の発表です。奨励賞を受賞された皆様には、一部の部門に副賞として当コンクールを主催しております株式会社東音企画から出版されているブルグミラー25の練習曲、ブルグミラー18の練習曲の楽譜が授与されます。それでは東京12月ファイナルにて奨励賞を受賞された皆様を発表いたします。おめでとうございます。皆様、大きな拍手をお願いいたします。
続きまして銅賞の発表をいたします。銅賞の方には後日トロフィーと賞状を発送いたします。銅賞を受賞された皆様は以上の方々です。皆様大きな拍手をお願いいたします。続きまして銀賞の発表をいたします。銀賞の方には後日トロフィーと賞状を発送いたします。銀賞を受賞された皆様は以上の方々です。皆様大きな拍手をお願いいたします。続きまして金賞の発表をいたします。金賞の方には後日トロフィーと賞状を発送いたします。幼児部門1番佐藤いつきさん、10番倉本まみなさん、11番元木明人さん、15番金魚ねねさん、19番小林ひまりさん、20番池田ゆいとさん。小学1、2年生A 部門4番平田優奈さん、23番浜口新太さん、37番中野良介さん、54番松浦拓人さん、56番林夏菜さん、64番金沢愛理さん、67番小川真代さん。小学1、2年生 B 部門8番川島壮さん、10番浦上奈々さん、27番石橋彩人さん、49番竹下優香さん、53番牛尾桃子さん、56番藤井桃香さん、62番丹治穂奈美さん、77番磯林杏奈さん、96番羽田龍斗さん、101番竹内琴さん。小学3、4年生
A 部門。7番石川ほのかさん。18番松島あかりさん。56番内田真央さん。71番清池亜子さん。75番秋谷ゆずきさん。79番橋爪ほのかさん。84番上田りらさん。85番大内ゆずきさん。87番かばさわみさきさん。小学3、4年生 B 部門。15番岡賀広大さん。18番細見凛さん。22番若林さくらさん。27番砂山リーサさん。48番にらずかかなみさん。50番栗原れいさん。63番橋本はなかさん。75番張彩衣さん。88番成瀬優里さん。89番鹿川ささらさん。91番白井さくらさん。小学5、6年生 A 部門。4番小高優奈さん。10番長江かなさん。20番吉崎舞さん。35番杉崎大太さん。51番安藤奈々穂さん。57番菱山優斗さん。小学5、6年生 B 部門。14番鈴木俊明さん。16番並木美里さん。26番高橋ひまりさん。34番鳥取若菜さん。中学生部門。19番関口沙羅さん。22番山田ゆりえさん。27番山下さゆりさん。35番林真由さん。高校生一般部門。6番天野翔さん。8番野沢らなさん。金賞を受賞された皆様は以上の方々です。皆様大きな拍手をお願いいたします。受賞された皆様おめでとうございます。惜しくも受賞を逃した皆様も結果は大変僅差だったと伺っております。どうぞこれからも音楽を楽しんで続けていただきますようお願い申し上げます。さていつもの表彰式の前に開催しているセオリー採点会は今年は YouTube の動画にて自己採点をお願いいたします。2つの黒い鍵盤と、そうですね、第3巻に書いたロマン派ですけども、8分の6拍子は複合拍子、4度の第2展開系、トロフィーや賞状がお手元に届いたら一緒に撮った写真をハッシュタグビルグミラーコンクール2020ファイナルで
SNS にぜひ投稿してください。以上をもちまして YouTube 表彰式を終了させていただきます。どうぞこれからも音楽を楽しんで続けていただけますようお願い申し上げます。ご視聴いただきましてありがとうございました。